まではロシア、舞台は東京、ピロシキです。ティムラシカ、ティムラシカ、ティムラシカ、やりとーティムラシカ。今日はな、なんか最近ありがたいことにちょっとずつコメントとかも増えてきて、視聴者の方も増えてきて、いろんな質問とかがね、コメントやったりとかダイレクトメッセージ来たりとかするようになって、みんなにもな、ぜひこう共有して答えれたらいいなっていうので、 Q&A みたいなのちょっとやってみたいなと思って。 Q&A、 クエスチョン&アンサーで合ってる？それで合ってるの？難しいね、分からへんねん、そんな簡単に。Q&A、 その中でも今日はロシアにまつわる質問がな、結構来てるから、それについてちょっと答えてみようかなと思います。イエーイ、イエーイ。こうやって撮った方がな、 YouTuber っぽくなってくるから。そう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 。じゃあまず最初の1問目、ロシアにはサウナがあって、それがかなり暑いと聞いたことがあります。2人はロシアのサウナに入ったことはありますか？あります。バーニャって言うねんな。で、確かに世界一暑くて、何度ぐらいまでなるんやろ。100とか行くの？そんなに沸騰してまうやん。ググってみる、ググってみる。あ、ほら、ウィキペディア出てくるわ。バーニャとはロシアの蒸し風呂である。フィンランドのサウナに比べて室温は低いものになっている。これ本場の情報。チーン、ありがとうございました。あ、見て見て見て、ちゃんと書いてる。バーニャは室温60度程度ながら湿度が80-100% の低温湿、まあ、とにかく温度は低いけど湿度がすっごい高いから、体感温度が非常に高く、世界一暑いサウナと言われてる。だから雪に走ってダイビングする。そうそうそう。だからあれやるとな、すごい、あ、もうやばい、ほんまにめっちゃ暑いっていつもなる。雪に出てもみんな普通やん、あーってやってるやん。あとなんか知らんけど、よくセックスの場になるねんな。 あでもさ、ファンやわ。もうまたそこにいるよ。一緒に入る、一緒に入る、そうそうそう。あらー、いやー。じゃあ次の質問に行きます。ロシアってすごく広くて道路もすごく多いと思うんですけど、日本みたいに高速道路とかで移動するんですか？道路ね、8車線あるもんな。4台。あ、そうなの。しかも逆じゃなくて一定方向に8台並ぶ道路があるよね。それでも渋滞6時間とか平気でするらしい。ロシア渋滞すごいもんな。なんか町から町に移動するのってもうあまりにも遠いから、結構何日もかけて行くよね、割と。しかもさ、1日とかかけてね。サービスエリアとかあんまなくない？ない。日本みたいにさ、あんなさ、別にそんな広くもないのにさ、あ、またサービス、あ、またあるわ、すぐあるよね、あるわみたいな。このサービスエリアみたいなのに入っていって、いろんなメニューがあるわって。あ、じゃあこのボルシチくださいって言ったら、ボルシチは今ないのよ。あ、じゃあこのピロシキください、ピロシキもないの。じゃあこの魚の虫なんてもないの。ある、全然ない。じゃあ何があるんですかって言ったら、ピラだけ。先にじゃあ言えよそれをみたいな。そう、言わない言わない。確かにあるよね。私も一回ピザ屋さんが行って、うん、ピザ屋さんなのにメニューがなんかピザ多分4個とか3つしかなかったの、種類が、うんうんうん、でお母さんがまあ普通に文句じゃないけど、え、ピザ屋さんなのにピザ3個しかないんかいみたいな感じで言ったら、うん、いらないなら帰ってくださいって言われたの。でもほんまそうよ、物とか見てても、あ、どれにしようかなって待ってると、なんか買わないのどっちみたいな、買わないなら次の人みたいな、平気で言うのよね。そう、何の話だったっけ、交通事情。ごめんごめんごめん、それてしまったわ。だからなんかないやん、泊まるところが、うん、ってことはトイレどこでするのっていう話で。お、やぶそよ。やぶそ、ちょっと待って、やぶそ、もう一回言って、やぐそ、のぐそな。やぐそって言うやん。やぐそって言わへんよんな。へんのかよ。恥ずかしい、カトル。なんかみんな普通に
こう、あ、トイレ行きたいですかってなって、9人がトイレ行きたいですってなった時にパッて止まって、こうみんなで仲良く約束しに行くっていうか、え、同じ場所に、そう、並んでるのみんなで、うそアレちゃんもそれやったん？さあ、それはどうかな、やってるやんまあ最近もうちょっと、最近の若い子はさすがにそれができひん子も増えてきたから、そう、まあ、アレちゃんはまた、いや、ちょ、わかんないんだけど、アレちゃんはもう、ねえ、それとこないから、マジでやめろや、アレちゃんは外でやってるのはうんこだけかな。次の質問にいきます。ロシアの人はみんなピロシキーズの2人みたいに目が青くて肌の白い白人みたいな人たちが多いんですか？てか、ロシアって意外と髪の毛暗い子が多くない？目が青いのとかも実は珍しい、 20% ぐらいだよね、確か。お父さんもお母さんも弟もみんな目黒いねん。あ、うちもで、おじいちゃんも目黒くて、おばあちゃんは青いねん。で、自分の目もこれ別に青くなくて、こうグレー。うちもちょっと一応光のね、当たり方によって日光が当たるとちょっと緑っぽくなるし、目が青いっていうのはそもそもそんなに多くない、ロシアでも。てか、そもそもな、ロシアって多民族国家やね。ね、いっぱいいる。190あんねん、あの人種が。やばいよね、そう、190は。より寒い地域の方が日本人みたいな人たちが多い。あ、いる。モスクワとかね、見て、お、日本の人やと思ってたら、めっちゃ普通にロシア語で完全なロシア人ですみたいな感じ。モンゴル系の人も多いし、 多い。あと意外とね、黒人の人もいるのよ。ロシア語を喋る黒人の人も、いる、白人もいるし、もっとあの、中東っぽい人たちも全然いるし、一応ただ人種的には寒い地域には日本人の方が適してるんだ。寒い地域に住んでるのがアジア人が多いのも、鼻が低かったりとか目が一重だったりするのも、小さい方が寒い地域ってほんまはいいのよ。だからみんなが思ってる目の大きいロシア人とか、実は寒い地域に適してなくて、かといって暑い地域にも適してなくて、どこに適してんやろな。適してんのやろ、ほんまに日本。まあ、とにかくロシア人が結構あったかいところが好きで、逆に日本の人を見て、こんな半袖、こんな寒い格好で、こんな季節にみたいな感じやって、そう、よく言われるやろ、そう、寒くないやろ、いやみたいな、寒さに弱い、めっちゃ弱いね、ロシア人って実は。うちも超弱い、もうすぐ寒がりって感じ、わかる、人肌が恋しいんじゃない、それは。なるほど。で、ロシアは離婚率が高いと聞いたんですけど、実際のところはどうなんでしょうか？高い！なんでかっていうと、うん、結構若い時に結婚しちゃって、あ、結婚に対しての考え方がすごい、うん、あの、なんやろ、ゆるいよね。盛大にせんでももう簡単に結婚して、すごい簡単、マジで、うん、なんか酔っ払って朝起きたら結婚してたっていう事件すごい多いもんね。あるすごい多い、ストーリーみたいな、うん、で、全然知り合いにもそういう人多いし、まあ、もちろん後でまた離婚するから、だからそういうなんか感じで、もちろん離婚するから簡単に言うじゃないよでもそんくらい簡単に、まあ、もちろん子供ができてもたりするとまたな、環境変わってくるけど、でもそれでも多いな、あの、子供がおったとしても多い気がする。ちなみに私のママもだから最高だし、私のママも最高だね。知ってる人ほぼほぼ最高、うん、だからそもそも日本みたいに一回離婚したことを、うん、バツ1、バツ2みたいな言い方せえへんね。日本もええんちゃう、別にバツ1、バツ2って言わんの。もっと星1つとか、星1つで、星ランクが上がってるやん、ね、星2つとか、なんかそれでええやん。なんか逆にさ、将来星5個とか言っていいね、星5つ、お、勲章、まあ、分からん、まあ、いろんな、ね、結婚のあり方っていうのはあるから、俺は別にね、離婚っていうものに関してはそんなしちゃダメだよとは思わへんし、まあ、かといってやっぱ子供がいる時に簡単にするのもどうかなと思うから、これはどっちの方がいいかっていうのはちょっとはっきり言えへんもん。離婚率が低いことによって救われてる子供もおるかもしれんから、日本って、まあ、離婚は悪くないかもしれないけど、うん、やっぱり結婚する時にちゃんと考えて結婚した方がいいかなっていうのは、やっぱ日本の人はちゃんとそれはしてるかな、してるな、うん。逆に結婚するまでがやっぱすごい大変というか、装飾になっちゃうんだよね、男子もやっぱり、もうそんだけ重みになっちゃう。簡単に結婚をするっていうことは簡単に子供も作っちゃうっていうのにつながるから、少子高齢化に関して言ったら、もしかしたらロシア式のやり方をすることによって
って、こう結婚が軽いものになった方が少子高齢化っていうのは、もしかするとちょっとは緩和したりするかもしれない。けどやっぱりでもやっぱそれによって不幸な子供がやっぱ生まれるっていうのもあるから。ね、ちなみに外でうんこすることなんていう？よそ。だからのぐそやゆ何間違ってんねん。のぐそのの。まあこんな感じでちょっと今日はあの質問コーナーちょっとやってみたんだけど、あのまあ今回ロシアのことに限らずに聞きたいこととかあったら質問みたいな感じでやってくれたら Q&A みたいな、まとめてまたやりたいな、うん、定期的にはやりたいと思うから、うん、まあぜひ知りたいことあれば。でもさ、何人とやったのとかそういうのが、え、言うんかい、やめろやめろ、あらめっちゃ食いちゃった、足りない。